おい人間ども、貴様らはノグラニオ様に捧げる商品となってもらう。ボーダマン行け。チェカ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 。息のいい人間を捕まえろ。いいね、超物が揃ってやがる。どいつにしようかな。最高です。レッド、イエロー、ゼロ、ワン、ゼロ、マスカリーズ。怪盗チェンジ。まさか貴様らは。ルパンレッド、ルパンイエロー、予告する。あんたのお宝いただくぜ。ってこいつ金こぼってねえじゃねえか。ほんとだ。ったく、小暮さんの情報も適当だからな。ま、こいつがルパンコレクションに関係してることは間違いない。行くぜ。イエロー、やつを頼む。了解。お前たちの相手は俺だ。行くぞ。順調順調。俺が用があるのはてめえらじゃねえ、人間どもだ。邪魔すんな。てめえら、ルパンコレクションの情報入ってもらうんだから。貴様、調子に乗るなよ。面倒だな。早くレッド来ないかな。よっと、ナイスタイミング。さーてと、しっかり情報入ってもらおうか。そう、ルパンレッドまでまとめてひねりつぶしてやる。おとなしくルパンコレクションの情報入ってもらおうか。逃げようとしても無駄なんだから。そう、こんなはずでは。いくつか質問する。正直に答えろよ。仕方ない、いいだろう、何でも答えて。次だ。そこまでだ。警察チェンジ。1号3号パトライズ。警察チェンジ。カトウレンジャー。動くな。貴様らまとめて逮捕してやる。意外に早かったな。もう今いいところだったのに。ねえ熱血おまわりさん、今いいところなんだ、邪魔しないでくれない。なんだと、ふざけるな。言い訳なの言語道断。ギャングラーおよび怪盗に対し実力を行使する。行くぞ。今のうちに。くっ、あのギャングラーいなくなってる。マジか。イエローはやつを追ってくれ。わかった。司はギャングラー、
および回答の追跡を頼む。了解。だからさ、刑事さん、なんでそこまで俺らの邪魔するわけ？お前たちのやり方が間違ってるからだ。何回も言ってんじゃん、俺たちにはこれしかないんだよ。だとしても盗みを行うことは許されることではない。正論ばっかり。俺にはやらなきゃいけないことがあるんだ。こんなところで立ち止まってる場合じゃないんだよ。目指すものがあるのは俺もだ。人々の平和のためにも悪に屈するわけにはいかない。めんどくさいな。熱血おまわりさん、悪いけどまだ捕まるわけにはいかない。アデュー。待て、くそ。俺にはやらなきゃいけないことがあるんだ。こんなところで立ち止まってる場合じゃないんだよ。ふざけるな。必ず捕まえてやる。逃がさんぞ。もう逃がさないんだから。しつけーな。俺が用があるのは人間だっつってんだろ。ついてくんな。こら待てー。あ、逃げるな。待てー、逃げるなしろ。え、いた。おい、イエロ、何やってんだ。ブルー、カイト。ギャングラーは俺たちのものだ。お前たち警察の出る幕はない。おいおいおい、お前言ってえな。いきなり何するんだ。こいつだな、ルパンコレクションと関係しているというギャングラー。うん、てかどこ行ってたの。外からこいつの行動を観察していたんだ。サボってるのかと思った。サボるわけないだろ。お前邪魔すんだよ。こいつらどんだけ俺のこと好きなんだよ。自意識過剰か。イエロー、俺の読みだがこいつは倒す方が合理的だろ。倒しちゃうの。ああ、こいつを倒すことでこのギャングラーの直属のボスが向こうから来てくれるかもしれない。それを待つ方が賢い。なるほど、確かに。俺を倒すだ。無理無理、俺は力の半分も出してないからな。へえ、覚悟しろよ。どうだ俺の力は。と、レッド、警察は参ったのか。ああ、てか、熱血おまわりさんすっげえしつこいの。ほんとめんどくさかった。って、この状況。なるほど。確かにこの方が得策かもな。ぐだぐだ談笑に浸ってる暇はねえぞ。人間を捕まえるより先に、貴様らを倒してやる。怪盗どもが。残念だけど、もうこれ以上お前の好き勝手にはさせない。行くぞ。うん。ああ、ルパンレッド。ルパンブルー、ルパンイエロー、怪盗戦隊ルパンレンジャー。予告する、お前をここで倒す。お前らごときに負ける俺ではない。地獄を見せてやる。行くぞ。ルパンコレクションの情報を知りたいんじゃねえのか。作戦が変わったんだよ。永遠にアデュー。まだだ。
本当の地獄はこれからだ。覚えてろ。さてと、どんなおもろがかかるかな。ねえねえ、警察が来る前に帰ろうよ。そうだな、あいつら来るとめんどくさいしな。じゃあ今日のお仕事は終了。ん？トーマどうした？悪い予感がする。え？どういうこと？いや、ただの勘だ。ま、今考えてもしゃあない。そうだな。おい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 、まだ勝った気でいるんじゃねえよ。ここにいる奴らまとめて地獄に落としてやるって言ったよな。来るの早っ。金庫を持ってる。こいつが今回のターゲットで間違いない。そういえば、地獄に落としてやるとかお前の手下も言ってたな。悪い予感はこいつか。でも、こんなに早く来てくれるなんてついてる。勘の鈍い野郎どもだ。メイドの土産に一つ教えてやる。お前たちがさっき倒したのは俺のルパンコレクション本体だ。こいつが出てきたということは、こいつの金庫にはそのルパンコレクションが入ってるということか。だが、あのサイズをどうやって。いい線いってるじゃねえか。一杯食わされたな。けど、お前の金庫から取り出せば関係ない話だ。待て。ぐわっ、いって。大丈夫？俺のルパンコレクションの力はコピー。俺のルパンコレクション本体はあらゆるものに姿を変えることができる。そこで自らをコピーし、そのコピー体に人間を回収するように設定していたのだが、とんだ邪魔が入ったものだ。さっきのやつがお前のコピーなら、こいつはさっきのやつと同じ力のはず。でもなんでこいつの方が強いんだ。よく気づいたな。褒美にもう一つ教えてやる。コピーしたものは自在にサイズを操れるんだ。そして縮小し、俺の金庫にしまうと。まさか。そう、コピー体の力が俺の体に吸収されるのだ。つまりこいつの力はさっきの倒したやつの2倍ってことかよ。いいね、その絶望に落ちる感じ、たまらねえぜ。これからもっと地獄を見せてやる。ここは一旦行く方が良さそうだな。ああ、でも私たちがいなくなるとここにいるみんなが危ないよ。いいから行くぞ。それに関しては何か策があるんだろう、レッド。ああ、大丈夫だ。予告する。お前のお宝いただくぜ。アデュー。ちょっと、何なの策って。待ってよ。俺に恐れをなして逃げていきやがった、雑魚が。さてと、邪魔者は消えた。ここにいる人間どもの選別を開始する。くそ、怪盗め、ギャングラー。なんだ、は、雑魚か。警察、お前に構っている時間はない。家に帰って寝てろ。ふざけるな、ここにいるみんなに手出しはさせない。ほう、生きのいいやつは嫌いじゃねえぜ。だが今はドグラニオ様へ大売りそれ商品を集めなければいけないんだ。お前の相手をしている暇はない。消えろ。いや、待てよ、いいことを思いついた。貴様もドグラニオ様へ売り飛ばしてやればいい話じゃねえか。何？貴様も商品になってもらうぞ。ドグラニオ様も喜ぶぞ。さて、ついてきてもらおうか。離せ。うわあ。なんだお前。司先輩、大丈夫ですか。ああ、なんとかな。鬱陶しいな。傷物にはしたくなかったが仕方がない。こいつ、かなりヤバそうですね。なんとしてもここにいるみんなを
守るぞ。なんて強さだ。おーら、先輩。ケイチロウ、遅くなってすまん。ギャングラー、これ以上好きにはさせない。お前らどんだけ湧いてくんだよ。まとめて商品にして売りさばいてやるわ。おーら、これで本当に邪魔者はいなくなった。ようやくここにいる大量の人間も回収できる。ドグラニア様、まもなく新鮮な人間をお届けします。まだだ。何？みんな、このままじゃパトレンジャーがやられちゃう。みんなで頑張れって応援するよ。せーの、無駄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 。そんなに叫んでも何も起こらねえぞ。おとなしくしてろ。もっともっと大きな声で、せーの。すごい、力が溢れてくる。ああ、まだ戦える。必ずみんなの平和を守ってみせる。バカな、みんなの応援が俺たちに力をくれたんだ。サクヤ、ツカサ、行くぞ。パトレー1号、パトレー2号、パトレー3号、パトレー5号、警察戦隊パトレンジャー。はっはっは、一致団結したところで俺には勝てねえぞ。行くぞ。おう、やってるね。生き物って一番好きができるのは何か夢中になってる時なんだよ。なるほど、警察を餌ということか。ギャングラーが餌に夢中になっている隙をついてルパンコレクションをいただくってことだな。そういうこと。頭いい。へへ、今だ。なに？1、0、2、9。ルパンコレクションいただき。やった。貴様、返せ。予告したろ、お前のお宝いただくって。クソ、怪盗。じゃあまとめて。いや、目当てのものは手に入った。今回は引き上げるぞ。まあいいだろう。あれ、もしかして警察に情が湧いたの？は？気まぐれだ、気まぐれ。ま、待て。アデュー。待て、昨夜、今は危険度の高いギャングラーを優先する。わかりました。くそ、ルパンコレクションをよくも、貴様らのせいだ。もはや貴様らに商品価値はない。始末してやる。くそ、ドグラニオ様、すみません。よし。まったく圭一郎、無茶しすぎだ。だが助かった。あれ、もしかして先輩照れてます？おい、サクヤ、何だと？何言ってる？そんなはずないだろ。おい、聞いてるのか？なんだその態度は。まあまあ、みんな、今日はみんなのおかげでギャングラーを倒すことができた。ああ、応援本当にありがとう。これからも僕たちの応援よろしくね。あ、そういえばヒルトップ管理官が買ってくれたまんじゅう、あと少ししかなかったな。おい、サクヤ、それは俺が食べるために残してあるやつだ。早い者勝ちですよ。
あ、おい待て。たく。おーい。警察ものんきなもんだな。まったくだ。ルパンコレクションも小暮さんに渡したし、お仕事終了と。それにしても今回のルパンコレクションはまさかだったな。小暮さんも教えてくれたらいいのにね。ほんと、何考えてんだか。そういえば、一回ギャングラーから引いたとき、すぐに警察が来るって帰りは読んでたの？もちろん。警察のことを信頼してるんだ。ちげえよ。あいつらの動きを読んでたんだってば。へえ。ポーマ、今笑ったな。じゃ、そろそろ帰るぞ。そうだね。みんな、またどこかで会おう。アデュー。